ここだな。ジャッジメント。はい。なんだって？わかった。時間食っちゃったよ。八神さん！どうすればいいんだろう。
私がジャイアントインパクトだ。お願いします。任せたぞ。よしよし。お前の鼻が頼りだ。
なんだ怪しいな。ねえ、いえ、
ああ。なあ。月乃ちゃん？ヤガミさん。
からでも来な。準備運動に。初めてじゃない。え、あなたに助けてもらうの初めてじゃありません。まさか。変態がいたから八神さんと出会えたんです。月乃ちゃん。八神さん、会いたかったです、ずっと。ああ、ありがとうございました。おう、ん？いえ、おう、ありがとうございます。おい、
時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきま、こう、ごちそうさま。ありがとうございます。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。いただきます。みんなごちそうさま。ありがとうございました。ありがとうございました。
でも来な。しばらく寝とけっての。ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただこう、ごちそうさま。ありがとうございます。ミナトちゃん、ヤガミさん、
っ飛ばす。よし。よし。飛ばす。よし。
はい。ミナトちゃん、ヤガミさん、
どうしたオラ。はい。そんなもんか。ったく、時間食っちゃったよ。誰だ？しばらく寝とけっての。何見てんだ？いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。何見てる？ったく、時間食っちゃったよ。う、なんだよ、しばらく顔見せてなかったじゃねえか。ほんの2、3日だったろ、クワノ。そりゃなんつうか。お前のすぐ後ろっつったら驚くか。ちょっと、そういうとこは鼻につくんだよな。ふん、何か電話じゃ済まねえ話か。楠本玲子に会ってきた。5年前に河合を殺した件、自首を進めてきたんだ。何だと？相手は何て言ってたんだ？自分に償わなきゃならない罪はないって。当たり前だ。
お前勝手に何してんだ。あの人にはもう終わった話だ。二度と巻き込むな。勝手に終わらせんな。沢先生の事件は何も解決していない。彼女の親御さんはどうだ。きっと娘があんたに殺されたと思ってる。理由は分からず犯人も捕まらない。何の事実も知らされずにこの先もずっと苦しみ続けなきゃなんねえのか。そんなことを沢先生が望むか。あんたらの正義も彼女だけは救おうとしない。まともに向き合おうともしねえ。どう言われようが楠本さんをこれ以上苦しませんのは絶対に許さない。あんたがそう言うと思ったから彼女に会うことは黙ってた。いいか八神、彼女はなああ見えてまだ満の飛び降りから立ち直れてねえんだ。河合を殺したことには今も迷いを感じてる。俺と違ってね。あんたと同じなら俺ももっと強く彼女に自首を勧められた。彼女が河合を殺した証拠はない。河合はカムロ町から姿を消しただけで警察だってそれを把握しちゃいなかったくらいだ。それにそもそも死体がなきゃ事件にもなんねえ。どの道彼女は絶対に捕まらねえぞ。楠本さんが自首したところで警察も扱いに困るだけだ。俺はあんたのことも見過ごせないと思ってるよ。殺してきたのは7人だったよな。もうそこに何の躊躇もないのか。ふん、その証拠は。証拠もないのに人を疑うなんて、お前そんなことで本当に弁護士だったのか。今神室町で俺の仲間が江原の控訴に向けて準備してる。あんたの実態にもそこで光が当てられる。それについて言えば悪くない展開だ。いじめ加害者を誰かが裁いてると世間にも知ってもらう。ただその時にはもう俺はまた別の名前で姿も変えてるだろうがな。あんたはまだ続ける気なのか。沢先生の犠牲はあんたにとって何でもなかったのか。お前の言い分はずっとそれだけだ。でもな、彼女にとっても全部明るみに出るのがいいことかわからないぞ。え？沢君にだって後ろめたいことがあった。今お前に送ったのがその証拠だよ。なんだこれ、音声ファイル。江原さんが裁判で負けたすぐ後、俺と彼女が電話した時の会話を録音したものだ。田代君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越葉という生徒が探しに来ました。あの時田代君の怯えてた顔が頭から離れません。全て打ち明けてくれました。からかわれて、殴られて、お金を取られて、誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで言ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。沢君は法廷で事実と違う証言をしていた。それを後ろめたく思ってた。こんな話をあんたは録音してたのか。沢先生が弱ってたところにつけ込んで。ああ、そして江原さんに聞かせた。あの人には息子が自殺した本当の理由を知る権利があった。あんたは自分の仲間が欲しくて江原の復讐心に火をつけただけだ。いじめってのは人間の本能に近い行為らしいな。だから絶対になくならないそうだ。でもよ、例えばの話、どうせ汚れるからってトイレを掃除しないことあるか。誰かが手汚してきれいにしなきゃ。これからもずっと
俺は第二第三の楠本満を守るためにこの先も殺し続ける。抵抗できない相手に好き勝手やる連中は見せしめに制裁を受ける必要があるんだよ。法が代わりに機能してくれんなら俺だってやりたくない。あんたの言いたいことはわかる。でもやりすぎだ。もうよせ桑名。どうしても俺を止めたいならお前も俺を殺すしかないな。正義のためにさ。また喧嘩が始まるんじゃねえかと思ったよ。この間は後片付けが大変だったんだぞ。次あいつとやり合うときはもう軽い怪我じゃ済まなくなるな。ええ、そん時はここじゃなくてよそでやってくれ。どけっての。時間食っちゃったよ。Thank you.
全然いらっしゃいませ。ありがとうございます。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとうございます。
は？ごめんなさい。月乃ちゃん、ヤガミさん、いやいや、月乃ちゃん、ヤガミさん、ありがとうございます。
てたのか。よしよし。もしもし。白崎です。八神さん、今日も横浜ですか？ああ、もしかして江原の裁判の件？ええ、その控訴にあたって検察側が相談したいと言ってきています。非公式に。非公式に？どういうこと？江原の殺人動画を新証拠とするか、事前に裁判官と協議したいと。すでにネットで多くの目にさらされた動画です。それをどう扱うかでみんな腰が引けてるんです。検察はまたフェイク動画とか言い出す気かな。かもしれません。それで今日その打ち合わせをすることになったんです。裁判所の会議室で。急で申し訳ないんですが、八神さんも同席できますか？わかった、もちろん。ありがとうございます。まだ少し時間があるので、急がなくても大丈夫です。では現地で。いらっしゃいませ。ありがとうございました。八神さん。
月乃ちゃん。八神さん。月乃ちゃん。八神さん。ありがとうございます。つまり間宮ユイは痴漢の被害者ではなく、江原明宏とグルになって殺人のアリバイをでっち上げていたと。我々は痴漢の件を片付けたいだけなのに、弁護側はそこまで話を広げるわけですか。被告人が痴漢した動機を説明するには、御子柴殺害の事実確認が必須です。そもそも今回の痴漢事件は狂言で、そこに有罪判決が下されることまで初めから彼らの筋書きにあったんです。法廷に強い敵意を持つ被告人ですね。江原は誤審を誘導することで殺しのアリバイを法廷のお墨付きにしたんです。当時は御子柴の死体がまだ出てなかったから気づくことは難しかったと思いますが、我々が出し抜かれたのは確かです。我々？あなたの本業は弁護士じゃなくて探偵でしょ。八神先生は今も弁護士の資格をお持ちです。気に障ったんなら忘れてください。高野健二、私を指導してくれた上司は若い頃そちらの源田先生が苦手だったそうですよ。いたずらに犯罪者たちの無罪を主張し、負けてもしつこく絡んでくる。検察官には常に攻撃的で、おまけにカムロ町でヤクザともつるんでた。何より無礼な態度が許せなかったと。へえ、源田先生のことをよくご存知なんですね。私も駆け出しの頃、源田先生に小僧扱いされてました。正直いい印象がありません。検事から苦手と言われるなんて、弁護士にとってそれ以上の褒め言葉はありません。ふん。話を戻しましょう。確認ですが、被告人自身は控訴の件を了承してるんですね。ええ。しかし、もし江原が本当に殺人を犯してるなら、
そのアリバイを蒸し返されたくないはずでしょ。江原の目的は殺人の罪を逃れることじゃないんです。じゃあ何だと言うんだ。法を貶め嘲笑ってみせること。だったらそんなのは相手にしないことが最善の手だ。ええ、多分そうですね。法が公正であることより検察や法廷のメンツを第一とするなら。何だと？ああ失礼、遅くなりました。今回控訴にあたって弁護側は被告人の無罪を主張する気ですが、そしてそのために彼の殺人を立証すると。待ってください、その前にそちらは。警察庁の方です。江原が現役の警察官ということもあり、今回一応状況を確認させてもらいたいと。議論に加わるわけじゃありません。いや、警察もこれ以上恥をかくわけにはいきませんから、正しい情報を国民に発信する必要があるんです。お名前を伺えますか。坂東と申します。肩書きは。警察庁の所属で調整官とだけ。これ以上話し合いの邪魔になりたくはありません。どうぞお気になさらず続けてください。私が思ってた以上にここは非公式な場のようですね。裁判長に改めて検察の意見を申し上げます。江原明弘の控訴において我々は例の殺人動画を新証拠として認められません。出どころ不明のネットの噂に過ぎないんです。軽々しく法廷に持ち込んで審理すべきではありません。確かに。さらに江原が法廷に強い敵意を持っているのなら、例のネット動画もまた罠である可能性があります。罠？ええ、次は逆に映像を加工捏造していたという新証拠がネットに流出するかもしれませんよ。その時控訴が始まっていたらどうします。やっぱりやめようとその場でお開きとしますか。江原一人の気まぐれに振り回される、そんな法廷の姿を国民に見せるわけにはいきません。であるならば法は粛々と江原に下した刑を執行すべきです。いかがです弁護人、あなた方はそこまで考慮した上で控訴を申し立ててるんですか。ええ、何と言われようと私たちは被告人の無罪を主張します。あんたもそうか。江原の有罪判決は間違っていた。一審の時あの人を有罪にするだけの証拠は揃ってなかったと俺たちは考えています。江原の手からは被害者の下着の繊維が検出されている。トリックです。事前に被害者と共謀して仕込まれてた。それがトリックだったと立証する証拠がない。間宮由衣と江原が事前に会っていたんだったか。ならその証拠は防犯映像でも残っていたか。いえ、ありません。駅の防犯映像は必要なければ数日で消されてしまいます。ああ、でも江原と間宮由衣がグルだった可能性がある以上、下着の繊維も有罪の決め手にはならない。そうですよね。他に江原の有罪の決め手は何だったっけ。防犯映像かな。それにテレビで何回も流してたスマホ動画、あれだって犯行を立証したとは言えないよな。何しろ決定的な穴がある。何だと。俺たちはその証拠を足で稼いできたよ。あんたは現場にちゃんと足を運んだか、高野健二。いや、でも新宿駅なら何度も行ったことがある。ならわかると思うけど、
あそこは防犯カメラが山ほどあってほとんど死角がない。でも現場を細かく調べるとやっぱり死角はあったんだ。逃げる江原とそれを追う間宮由衣、一部始終が映像に残ってるように見えたけど、この矢印の点線部分はどのカメラからも死角になっていた。ここに江原が替え玉と入れ替わることのできた一瞬の穴がある。江原のすぐ後ろから被害者が走って追いかけていた。目の前で入れ替わったりしたら彼女がすぐ気づくだろう。みんなグルだからね。気づくも何も事前に入れ替わることを知ってたんだ。それを証明できるのか鷹野さん。俺たちは被告人の無実を証明したいわけじゃない。何？一審で検察が揃えた証拠だけじゃ被告人の有罪を断言できないと指摘してるんです。それが弁護人の役割ですから。その通りです。少なくとも痴漢が狂言だった可能性を検察は潰しきれてないなら、疑わしきは罰せずでしょう。その言葉は一審の時に言うべきでした。もっとも、おそらく白崎先生も被告人の無実を信じていなかったのでしょうね。一審の有罪判決は被告人に誘導された可能性があります。そこに気づけなかったことは私たちのミスです。でも気づいた後に正そうとしないのは隠蔽です。大げさな言い方はよせ。たかが痴漢だ。今の発言は聞き流せませんね。たかが痴漢なら冤罪が許容されると国民にそう受け取られかねません。ええ、失言でした。取り消します。ふん。やはり本件は控訴審で審理するのに値する事件ですね。もし敵意ある被告人に誤審を誘導されたのなら、それを正せるのも法廷だけです。ありがとうございます。ただし江原さんの殺人動画は私も見ました。あれを法廷で証拠とするのは私も難しいと思います。残念ながら現時点で法廷に持ち込むことは認められません。沙織さん、先に行っててくれる？え？後で事務所に顔出しに行くよ。わかりました。失礼します。坂東さんでしたっけ、公安の？その所属は名乗りませんでしたがまあそうです。楠本玲子を知ってますか？厚生労働省の事務次官。もちろん。彼女を監視する理由は？そりゃ人聞きが悪い。今ここにいるのは俺とあんただけだよ。なるほど、話が早くていいですね、八神先生。あんたにとって江原の裁判はそんな重要なものじゃないよな。ってことはここに来たのは俺と会いたかったからじゃない？桑名の居場所を知りたいんだろ。全然見つからないんで、あんたも重い腰を上げなきゃならなくなったとか？桑名こと北方優は殺人容疑で指名手配中です。居所をご存知ならぜひ教えていただきたい。殺人で指名手配ね。いや、沢先生はあんたんとこで使ってる RK が殺したんだ。それを隠し通せると思ってんのか？もう現場の刑事だってみんな疑いを持ってる。現場の刑事？管理する側とされる側は対立をはらんでいるものですよ。現場の警官は上への愚痴をこぼしながら走り回るのが常です。私も若い頃はそうでした。じゃあなんであんたは警官じゃなく
半グレを駒に使ってんだ。そのせいで沢先生を巻き込んだんじゃないのか。おっしゃってる意味が分かりません。あんたは今回の件が初めから汚れ仕事になると分かってたんだ。だから表立っては警察の人間を使えない。それともそこまで信頼できる部下を自分の手元で育てられなかったのかな。なるほど、そりゃいい。公安の人間にできるのはせいぜい監視と逆探知。残りの荒事は半グレに丸投げだ。そうかもしれませんね。ただそれでもお前らを踏み潰すには十分なんだよ。一応聞くけど、相馬は今どこにいる？そっちがすぐに桑名を差し出せばこれ以上犠牲者は出ない。なんだと？奴をかばう理由があるのか？分かってるぞ。桑名はいじめ加害者を処刑して回ってる。著しく治安を乱している人間だ。だとしても沢先生の件はあいつが犯人じゃない。私は議論するつもりでここに来たんじゃない。最後通牒だ。しばらく寝とけって。いい加減にしろよ。時間食っちゃったよ。
からでも切れ。全然やってやんよ。ったくいい加減にしろよ。よう、高野って検事どうだった？いや、俺どうもあいつを昔小僧扱いしてたらしくてな、沙織君にそのとばっちりが行かなきゃいいと思ってんだがよ。八神さん、さっきは大丈夫でしたか？警察庁のあの坂東という人、もしかして RK のバックについている一味ということでしょうか？ああ、間違いない。桑名の居場所を知りたがってた。なるほど。そういえば、星野くんが RK の噂を聞きつけてきたようです。星野くん、RK のことで何か聞きつけてきたって？ええ、どうやらあの阿久津って幹部がカムロ町に戻ってきてるそうなんです。昨日から。阿久津が RK のナンバー2ですよね。ああ、あいつなら多分相馬の居所も知ってる。阿久津はカムロ町のどこに戻ってるんだ？八神さんはご存知かどうか、 RK はカムロ町に息のかかったキャバクラをいくつか持っているようで、それをナンバー2の阿久津が仕切ってます。で、系列店で売り上げのいい子とか今後期待できる評判のいい子がいると、阿久津が直々にボーナスを手渡してくれるらしいんですよ。星野くんはどっからそんな情報を取ってくんだ？うちの依頼人はキャバ嬢とかカムロ町で働く人が多いですから。要するに売れそうな子は阿久津に会えるということですね。ええ、ここ何日かその表彰が途切れてたんですが、昨日はそれがあったみたいなんです。つまり横浜に行ってた阿久津がカムロ町に戻ってきてるってことですよね。なるほど、確かにそうだな。で、具体的に阿久津はカムロ町のどこに戻ってきてんだ？そこまではまだ。 RK の幹部は毎晩居場所を変えるらしくて、多分警察に行動を把握されないためでしょうね。でも売れそうな女の子になら阿久津の方から声をかけてくるわけか。もう全然嫌じゃありませんよ、この展開。むしろ望むところです。ああ、沙織さんがまたキャバ嬢になってくれたら阿久津を引っ掛けられる。これは RK の潜入ミッションになります。だから危険なのは分かってるんですが、くそ、僕はまた沙織さんの変身が見たい。こんな自分を抑えきれない。何を言ってんだお前。どこかはっきり RK の系列って分かる店はあんのか？ねえ、ずっと前にも沙織さんが潜入したクイーンルージュというお店がありますよね。あそこが少し前 RK の半グレに乗っ取られちゃったみたいで。クイーンルージュか。あそこの店長は変わってないのかな？そうですね、もともと雇われ店長だったんですが今も変わってません。ただ以前は高級店だったのに格安を売りにするようになってて、内情は変わってるかもしれませんね。そうか、格安なら俺も行ってみるかな。あ、そうか、じゃあ僕も行きたいかも。バカ言ってる時間はありません。そうだな、沙織さんはまた服とかメイクとか準備がいるね。一緒に考える？いえ、それなら大丈夫です。ん？先日マリ姉さんと一緒に RK 好みのメイクを追求したところです。今回もそれで行こうと思います。ああ、マリ姉と。でもほら、男好みのメイクはやっぱり男がやった方がいいしさ。お言葉ですが、
見てもいないのにその判断はいただけませんね。お、あ、そう。わかった。じゃあ一応マリネートやったメイクを見せてもらって、直すとこがあったらちょっとだけ直していい？いえ、直すところはありません。私たちは最善を尽くしましたから、ご意見は無用かと。まあでもほらね。悪いけど一応確認だけさせてくれる？もしかしたら少し変えてみるかもしれないけど、相手は RK とその裏にいる公安だ。俺も遊び半分で言ってるわけじゃない。本気なんですね。マジっすか八神さん。こんな沙織さんに逆らうなんて正気じゃないですって。八神、よく言い切ったな。俺はお前を尊敬するぜ。わかりました。八神さんの本気が伝わってきましたから、私の気迫負けですね。ありがとう。では参りましょう。言ったからにはバッチリ頼みますよ八神さん。
おう。私ね、最近ずーっと貴之のこと考えてるんだ。起きてる時はもちろん、夢の中にも出てくるの。昨晩なんてね、白バイに乗って現れたんだよ。なんで白バイなんだろう。せめて白馬だよね。でも、白バイに乗ってる貴之もかっこよかったな。あのね、貴之、私、貴之のことが好き。世界で一番好き。だからこれからもずっと一緒にいたいな。一緒にいろんな場所に行って思い出作りたいよ。いいよね。また会おうな。ねえ。おいしいものは最後まで取っておく方？愛してるよ、高行き。エミリちゃん。
八神さん、来てくれたんだね。エミリちゃん。うん。高雪、何飲む？どうしようかな。一緒に飲もう。やるね、高雪。乾杯。これは。それがすごいことに。じゃあまた。八神さん。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。悔しいですけど、結果的には八神さんにお願いして悪くなかったかなと。ありがとうございました。ならよかった。想像以上にバッチリ決まってるよ。ええ、では参りましょうか。クイーンルージュへ。沙織さんがメイクしてる間、店長には入店のことを話しといてよ。星野君が言ってた通り、ある程度売り上げが見込めそうな子には阿久津からお呼びがかかるってシステムらしい。わかりました。要するに私は店のナンバーワンを目指せばいいわけですね。自信のほどは？できるかできないか保証はできません。ただやるだけです。どこまでもついていきますよ姉さん。それでは高校
このお店、近くを通ることはありますけど、中に入るのは久しぶりです。店長、沙織さんのこと覚えてたよ。前も一晩だけじゃなくて、本当はずっといてほしかったってさ。潜入キャバ嬢、再びですね。ああ、その前にこれ渡しとくよ。無線のイヤホン、うまく阿久津のところに行けることになったらそれで連絡を取り合おう。何かヤバい時はすぐ助けられるようにしとく。わかりました。背中は八神さんに預けます。ああ、それじゃあよろしく。沙織さんなんだね。やっぱり別格の美しさだよ。君を見てると店の全盛期を思い出すな。お元気でしたか、店長。元気元気。ああ、そうでもないか。前に来てもらった時はここを高級店で売ってたんだけど、それじゃあなかなか苦しいってことになってね。今は早い、安い、接客はまあまあって感じの方針なんだ。ええ、話は少し聞いてます。大きな声じゃ言えないけど、前のオーナーが賭け麻雀ではめられちゃってさ、で経営を RK に乗っ取られちゃったんだよ。以来よそと同じく格安路線に変えられちゃったわけ。でもさ、そうなると回転上げないと儲からないし、女の子の質も下がってくんだよね。見込みのある子には RK からお声がかかるとか。そうそう、よく知ってるね。 RK は稼げる人、力のある人には待遇がいいんだよ。これをって子がいるとボーナス渡して気前のいいとこを見せようとするわけ。まあ阿久津さんってのが可愛い子と飲みたいだけかもしんないけど。阿久津さんとはどちらで会えるんですか？場所は特に決まってないな。いつも向こうの気分次第だね。あ、もうボーナスもらう気満々じゃないの。でもきっと沙織さんならいけると思う。その意気だよ。聞こえる？沙織さん。ええ、入店は問題なかったみたいだな。俺は今のうちに助っ人を呼んでくるよ。スケット？ああ、阿久津に会えるようになったら全員でかかれるようにね。それまで頼んだ。あら、あんたが店長の連れてきた大型新人さん？なんか思ったより年がいってるみたいな。沙織と言います。どうぞよろしく。ふーん、あんた今までどこの店で働いてたの？普段は普通に事務仕事なんですけど、2年ほど前に一度こちらでお世話になったことがあるんです。何それ、気が向いた時だけのパートってこと？この仕事舐めてる？そんなお気楽な仕事だと思われんのは心外なんだけど。なるほど、ごもっともです。では今夜はお二人からプロのお手並みをとくと見せていただけると楽しみです。な、何その口の利き方。こうやって休憩時間に新入りをいびるのもプロの技なんですよね。あ、いけませんね、すぐそんな怖い顔したらお客様が楽しめなくなってしまいますよ。かな。ふーん、見た目だけの勘違い女かと思ったら案外気合入ってんじゃん。ちょっとメグ、新入りにこんなでかい態度許していいの？この世界は実力主義だからね。仕事ができれば文句はないよ。お二人の足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。沙織さん、メグさん、クリコさん、お客さん入ります。よろしくどうぞ。じゃあ見せてもらおうじゃないの。
店長期待の大型新人の実力をね。ええ、望むところです。どうもメグです。いらっしゃい、クニコです。はじめまして、サオリです。おお、サオリちゃんね。ああ、どうぞどうぞ、座って座って。いや、綺麗ですね。本当にこのお店最高。あ、どうも、はじめまして。でもな、俺の発する意義ありは、なそれはもう賢治たちを震え上がらせたもんでね。すごいですね、さすが弁護士先生。ああ、ずるいですよ、源田先生ばっかり。僕もね、こう見えて司法試験でトップクラスの成績だったんだよ。へえ、司法試験？ちょっと待ってよ、嘘でしょ。君たちもしかして司法試験知らないの？日本一難しい資格試験なんだよ。そうらしいね。資格なんだ。私も漢字検定3級取ったよ、中学の時。そんなのと一緒にしないでよ。漢字検定も立派な資格ですよ。え？司法試験に受かったなんて、そんなのもうずいぶん昔の話でしょう。あなたはまだそんなことを自慢にしてるんですか？え、あ、いや、あ、ちょっと沙織ちゃん、お客さんに向かって何言ってんの？そうですよね、つまんない自慢なんかして最低ですよね。でも司法試験はその非常に難関でして、たくさん勉強しないと受からないんです。え、嘘、泣いてるじゃん。人の価値は過去に何をしたかでしょうか。この先何をするかの方が重要ではないでしょうか。あ、そんな、頼む、よしてやってくれ。もう星野君にとって司法試験の成績はな、人生で一番輝かしい記憶なんだ。それってつまり最近の活躍はないってこと？嘘、やだ、何それ、超かわいそう。な、もうなんか頑張ろうよ星野君。私もね、多分 JK の頃が一番輝いてた。でもだから何？それでもいいじゃんね。メグちゃん、今夜はメグが慰めてあげるからね。いっぱい飲もう。うん、よかったですね。いや、違います、これをその流れってやつで。ねえ、いい流れよね。そうだな、よし、飲もう飲もう。ああ、君らもどんどん飲んでいいから。うん、嬉しい。本当？ごちそうさまです。それでな、聞いてくれよお嬢さん方、俺は今夜は楽しい、楽しいぞ。キャバクラってのはいいもんだなってつくづく思うわけだよ。全く同感です、源田先生。とにかくここは接客が素晴らしい。あー、もう毎晩ここに来たい、朝までいたい。やだ、星野先生も源田先生もお上手。そうだ、じゃあまた来るってことならキープボトル入れちゃいません？いいじゃないですか、弁護士お金持ちなんだし。
そうだな。いや、お金はそんなにはないんだけど、今日はもういいよな。ボス、かっこいい。あれれ、沙織さんどうしたんですか。泣かない顔しちゃって。ほら、スマイルスマイル。そうだぞ、沙織君。君はな、もうちょっと愛想よければ華やぐのにと俺は常々思ってたんだ。なんかお客さんたちって沙織さんと初対面じゃないんですか。うん、そういえば確かに、なんかちょっと時々ね。どうなんでしょう。僕たち知り合いだとなんかまずいんでしたっけ。まずくはないですけど、私たち初対面じゃないですか。おかしな先生。初対面って俺たちがか。やだ、もうどうしたんです。二人とも、メグさんとクニコさんが変な目で見てるじゃないですか。別にそういうわけじゃないけどさ、でもなんか不自然は不自然だよね。私たち不自然だって、星野先生。沙織さん、でも私自分を抑えるのがうまくできなくって。ああ沙織はいけない子なのかな。星野くん、 おい、なんかケチからんぞ。聞いてんのか二人とも。あ、ねえ、ちょっと俺らのとこにもあの子呼んでほしいんだけど。かしこまりました。沙織さんをご指名でございますね。俺も来てもらいたい。待てよ、こっちも頼みたいんだけど。いや、これは皆様お待ちください。順番にお伺いしますので。大型新人、期待以上だったみたいね。マジか、すごいね。これは参りました。姉さん、数々の失礼、本当にすみませんでした。そんな、今日はたまたまうまくいっただけですから。いえ、そんなことないです。なんかトークの持っていき方も色気だって全部負けたなって思いましたから。おかげで私も今夜はいいお酒飲めて勉強になりました。いやー、3人ともお疲れさ。すごかったね。今夜は客が客を呼んでずっと引っ張りだこだったでしょ。久々の大盛況だったよ。これも沙織さんのおかげだ。いえ、メグさんとクニコさんが一緒に頑張ってくれたおかげです。そんな、今夜の MVP は誰がどう見たって分かってます。店長、ここに来たってことはもしかして沙織さんにボーナス出るんじゃありません。ああ、その通り。まさか初日からこんなトントン拍子に行くなんてね。さすがとしか言いようがないよ。阿久津さんからぜひ沙織さんをねぎらいたいって。金一封のボーナス支給だ。今早速表に迎えのタクシーが来てるよ。本当ですか。嬉しいです。うわー、すごい。本当に出るんですね、ボーナスって。私もいつかもらえるといいな。それで阿久津さんはどちらにいるんですか。着いてからのお楽しみだそうだよ。阿久津さんは自分の居所をオープンにしないんだ。もちろん神室町のどこかだとは思うし。あ、大丈夫、帰りもタクシーで送ってもらえるってことだから。そうですか、わかりました。とっても楽しみです。大丈夫だ、沙織さん。
俺も今ちゃんとついてってる。すぐ助け行けるようにしてるから。運転手さん、今どこに向かってるんですか？いや、もうすぐにそこですから。カムロ町からは出ないんですよね？ええ、ご心配なく。この方向、多分半グレの溜まり場に向かってるな。地下にあるクラブ、俺が相馬と初めて会った店だよ。ここんとこずっと閉まってたはずなんだけど、今夜は久々に開いてるってことかな。間もなく到着です。お待ちしてました。沙織さんですよね？すっごい綺麗。阿久津さんが喜びますよ。どうも、お招きいただいて。 RK は稼げる人を大事にするんです。ここに来たのはその素質を認められた証拠ですよ。沙織さんももう立派に僕らの仲間ですね。それじゃ僕が案内しますよ。お願いします。阿久津さん、今夜のヒロインをお連れしました。クイーンルージュの沙織さんです。ああ、なるほど。こりゃ前評判以上だ。来なよ、頑張り屋さんにはご褒美をあげて明日もっと稼いでもらう。阿久津さんのお噂は金がね。有名人と会えるなんて嬉しいです。まあ座んなよ、疲れてるとこ釈放しろなんて言わね。半端じゃなく高いんだよこの酒。無粋か？でもこれ言わねえとせっかくの誠意が伝わんねえだろ。そんなこと。そしてこっちがお待ちかねのボーナスだ。100万円入り。普通の OL さんなら大金だよな。誰にとっても大金ですよ。ほう、弁護士にとってもそうなのか、白崎先生。どういうことですか？前にも RK に探り入れてきたんです、この女弁護士。そん時は河合のことを聞き出そうとしてきました。カムロ町はさ、もううちのもんがいろんなとこで目光らせてっから、怪しい動きするやつはすぐ情報が伝わってくんだよ。俺や相馬の居所をこそこそ嗅ぎ回るようなやつは大抵殺のスパイだが、それが今日は弁護士の女先生とはな。なんで俺んとこに来た？誰の差し金だ？あ？どうやらまずい状況みたいですね。弁護士の割には鈍いな。今頃理解できたのか？まずい状況なのは私ではなく、あなた方がです。なんだよ。う、思ったより探すの大変だったよ、阿久津。なるほど、沙織ちゃんの糸引いてたのはお前か。久しぶりだな、三下のお前が。組抜けてから小山の大将だって？笑わせんな。三下はてめえだろうが東、お前らだけで乗り込んできた根性は買ってやるよ。てやがり、お前は一度拾った命だったのにね。まだこっちは全員出揃っちゃいないよ。ああ、本当にぶっ殺してえのは相馬の方なんだがよ、とりあえず今夜はてめえらで我慢してやる。カイト、てめえまだ殺されたんなかったかよ。じゃあ戦いのゴングを鳴らすのは今日ここまで頑張ってくれた
沙織さん、頼めんかな。え？美人が鳴らすゴングなら余計に気合も入るってもんだ。おう、一直景気いいの頼むぜ。そうですか。ではお三方、やっておしまい。おうや、もう逃げらんねえぞ阿久津。これで
ゆっくり話せるな。相馬はどこだ。あいつはどこに隠れてる。知らねえ。あいつは俺以上にコロコロ居所が変わるんだよ。なんだよ、結局お前もあいつの駒か。あいつはなんだ。お前らはなんであいつの言いなりになってんだ。相馬はどんな相手の嘘も見抜く。昔からそうだ。敵の言葉だろうが味方の言葉だろうがごまかしが効かねえ。裏切り者がいりゃそいつが動くよりも前に殺す。どんなに遠くだって見えてかすかな匂いだって嗅ぎつける。だから俺はあいつにだけは嘘をつかねえようにしてきた。この業界で生きるには嘘を見抜く能力に限る。アホか、そんな便利なもんあってたまるかよ。お前は何も分かっちゃいねえんだ。あいつには先が読めるんだよ。登場会を抜けるのだって誰より早かった。普通組み抜けるには大金がいる。上に金詰めなきゃ殺されたって文句は言えねえ。極道ってのはそういう世界だ。誰に向かって講釈垂れてんだ。けど相馬よ、登場会に先がねえと踏んだ途端国から飛んだ。上に一言も伝えず金も積まずに出て行っちまった。そんなのタダで済むわけねえだろ。だよね。だから俺は奴が飛ぶと知った時忠告したよ。お前消されるぞってな。だが相馬は笑って俺にこう言ったんだ。この国は終わりだ、俺が殺されるわけがない、余裕だって。むしろ俺にお前も抜けちまえ、何も気にすんなと逆に忠告してきやがった。どういうことだ。あの頃もう登場会って組織には組抜けるもんまで構ってる余裕なんてなかった。それを相馬は見抜いてたんだよ。で実際無断で組抜けたのにあいつには誰も手出さなかった。確かに相馬はスルッと組抜けた最初の一人でした。目端が効くのは間違いねえ。登場会が先細っていく間あいつは地下に潜って RK のネットワークを一人で作り上げちまった。それでお前は相馬のパシリになったわけか。俺に相馬を仕切る器はねえよ。俺は RK の表向きの顔に据えられただけで裏からそれを操るのは相馬。 RK に引っ張り込まれた時から俺もそれで納得してる。お前も器がねえなりに自分が見えてるじゃねえか。阿久津、相馬は公安に使われてる。そのことは知ってるか。公安？じゃあ相馬が河合信也を神室町で探してた理由は。知らねえ。あれは相馬がある筋から金積まれた仕事だって。桑名を追う理由は。いや。なら相馬と公安の接点は。何でもいい、思い当たることはないか。知らねえ。なんだよ思い当たることって。まさかな。いや、あり得るか。ん？なあタボ、もしかしたら相馬は公安そのものだったかもしんねえぞ。ん？どういうこと？公安そのものって。ああ、公安ってのは人をスパイに仕立て上げて情報を取る、そういうのをエースを作るってんだ。狙われるのは右翼とか左翼、反体制的な市民団体とかそういう連中でよ。もともとそこにいるメンバーの弱み握ったりして公安は自分らのエースにする。公安は自分のエースを見つけて育てる、
だがな、公安の警官自身がスパイとして潜入することもある。例えば極道の組織にな。すると警察の情報にやたら詳しく、嘘を嗅ぎ分けるのがうめえって極道が生まれる。じゃあ相馬がその潜入捜査官だったってこと？さっき阿久津が言ってたろ、相馬は組を抜けるとき東上会全体に先がねえことが見えてた。若い三下の組員がそこまで確信持てるとは思えねえ。だがよ、そいつが警察やら公安の情報を持ってるなら話は別だ。東上会のこともカムロ町の動きも手に取るようにわかる。だから相馬は東上会の解散を見越して動けたわけか。ええ、そして組を抜けたあいつがやったのは東上会からあぶれたヤクザたちの受け皿を作ることだったってのはどうだ。その手の奴らを公安で把握監視するためにだ。実際 RK は今も俺とか元東上会の極道を勧誘してる。つまり RK って組織はチリジリになったヤクザを公安が管理するために作られた。公安のやりそうなことではあるぜ。犯罪組織をいちいち潰してたらどうせまた別の新しい連中が出てくる。そいつらを一から調べ直すより把握できてる組織をほどほどに泳がせといた方が利口だ。でもそのリーダーを公安が自分でやっちゃうってズブズブの癒着じゃねえか。相馬が公安の潜入。おい、だとしたらやべえぞ。のんきに喋ってる場合じゃねえ。何が？あいつにはこの部屋のことも筒抜けなんだ。そのが本当に公安で、今俺らが話してたことを奴が聞いてたとしたら。おい阿久津、相馬に筒抜けだったらどうだったんだよ。相馬は誰にも今の話を聞かれたくねえはずだろうが。